昆明天地天地天地は中国雲南省最大の湖で中国第六の淡水湖。面積297.9平方キロメートル。湖面の海抜は1886メートル。最大深度は8メートル。平均深度5.5メートル。昆明市の南西に位置し、一つの断層の陥没に形成する湖で周囲を東の金馬山、西の壁鳥山。 北の蛇山、南の白鶴山などの山に囲まれている。長江水系に属し、万流港などの河川が注ぎ込み、湖水は西南部の出口から灯籠川を通って広島かにより、最後に長江上流の近祭に注ぎ込む。歴史文化を持つ湖であり、周りに大観楼、万竜寺、 採三点応募など多くの名所旧跡がある。周りの産種水名を足して、そのため、高原明玉の称号がある。しかし1970年代以来、昆明などの周辺都市の工業の発展と、高地の開発により、天地の水は汚染され、特に不栄養化が深刻で、大量の卵巣が成長し、養水場の問題をもたらした。湖の周りを開墾するという考えのも 19世紀初めに500平方キロメートル、1938年までに338平方キロメートルが減少し、現在は290数平方キロメートルにまで至っている。ありがとうございます。